産経新聞の岡村と申します。11日の執行役員会等で、蓮舫さんは戸籍謄本を公開するという意向があるという形で報じられましたけれども、これについては真偽は何で伺いたいと思います。はい、戸籍謄本そのものというふうには言っていません。特に我が国におきましては戸籍というのは優れて個人のプライバシーに属するものであり、これまで私も言ってきましたけれども、積極的にあるいは差別主義者、排外主義者の方たちに言われてそれを公開するようなことが絶対にあってはいけないと今なお思っています。前例にしてはいけないとも思っています。ただ一私人ではなく、一公人ではなく、野党第一党の党首として今特に安倍総理に対して強く説明責任を求めている立場からして、極めてレアなケースではありますけれども、戸籍そのものではなくて、私自身がすでに台湾の籍を有していないということが分かる部分、これをお伝えするのは準備があるということはお示しをしたところです。蓮舫代表、先ほど言われたですね、排外主義、差別主義者に属するという言われて公開するのではないという発言をされましたけれども、党内では蓮舫さんが説明に定算定されたという、それで本当にこう理事国というの記憶がないのかということに対する疑問の声というのは、マスコミがこの問題を公になってからもなお議員さんの方では聞かれておりまして、でそれはそういう、この疑問を持つ声をですね、差別主義者、排外主義者と一括りにするような先ほどの発言があったと思うんですけれども、あったかなと思うんですけれども、それについてどうお考えなのかなと。それは受け止めが完全に間違っています。差別主義者やレイシストの方たちの声には私は屈しませんし、世の中一般的に絶対にあってはいけません。それと党内の声は別です。今日の戸籍関係についての発言は、ここまでにさせていただきたい。なぜなら、今整理をして、申請書類だったり証明書類だったり諸々の書類、それから日時の経過報告も踏まえて、法的な部分を踏まえながらですね、今整理をしております。諸々の資料の提示と、すべてオープンしますから、資料の提示とそれから説明、ここの部分を18日の日に最後の都議選の総括、それからその後執行役員会と常任幹事会がございます。その以降に、その説明が終えた以降に、またこれは本人が会見の場を持たせていただきたい。アイダム J についてですね、それで説明責任とおっしゃいながら、何に関して、説明をするのかというのが、この問題の当初からさっぱりわからないんですけれども、その日本国籍であることが明らかになっているから、二重国籍のことなのか、それともその説明が二転三転したことは何について説明的に果たそうとしているのかを、そのすべてをきちっと説明したいと思います。それは先ほど言いましたように、党本だけの会議ではなし、本当はこれはすべき大事と思ってますが、党本だけの会議ではなしに、これまでの離脱であっていろんな部分を含んでの申請の書類、パスポート等も踏まえて、あらゆる限りの処理関係を揃えて用意させていただいてますから、今日のところは質問の中身のその部分は何やなしに、当日の部分で事前にそのために時間を取って、十分、ブリーフさせていただきますから、レクチャー説明会を開かさせていただいた上で、その上で少し時間を置いていただいて代表の会見をさせていただきます。ありがとうございます。政府は残業代制の法案について、はい、連合の要請を受けて出席する方針を掲げ、連合の小泉会長が安倍晋三首相と会談することであります。小泉会長は憲法確保措置を手厚くするように政府に要請するということですが、連合の修正要求に政府が応じれば、民進党は、法案に賛成する可能性があるんでしょうか。法案は大変重要だと思っています。特にその働いている方たちの労働環境、どれだけ良くしていくかというのは私たちの当是でもありますので、これまで連合の皆様方と政策協議もそれぞれ詰めながら、特にその裁量労働制の拡大であるとか、高度プロフェッショナル制度の在り方については、極めて慎重であるべきというのが私たちの立ち位置でした。で、こうした立ち位置はもちろん連合も同じ認識でおられると思っておりました。ただちょっと今回若干報道がオーバーランというか早めに、なされたこともありながら、今朝交通連合会長から私に直接電話がありまして、コミュニケーション不足だったことに対して陳謝をしたいという謝罪がございました。
ですから政調会長に私からも指示を申し上げて、どういう形で、これまで我々が一緒になって戦ってきた部分を守っていけるのか、あるいは政府と連合の関係も終わりでしょうから、その部分は連合はどのように総括をしていくのか、密な連絡を取らせてくださいという話はしています。で、ご指摘の通り国会に仮に出てきた場合の対応ですが、それはそれでどういう内容のものが出てくるのか見なければ現段階では話せないと思いますが、しっかりとした党内手続きを取ることになると思います。